バグシラは、モジュラファンデーションが開発、使用してきたウェブベースのバグ管理システム。もともとネツケイップ社が社内で使ってきたシステムであったが、後に公開。極めて初期のバージョンは TCL で記述されていたが、オープンソースプロジェクトになってからのソースコードはパールで記述されている。現在では、オープンソース、プロプライエタリドアズ、数百のプロジェクトで、 バグ管理ツールとして選択されている。バグシラでのバグはソフトウェアに対する問題点、要望、議論などのすべてを表し、機能拡張リクエストにも利用される。ネッツケイップが、ネッツケイップウェブブラウザのソースコードを公開する際にモジラ .org で使うツールとして、Tinderbox、盆栽と共に公開されたものが、現在のバグシラの限定である。開始にあたって、プロジェクトに応じた。 様々な属性を設定できる。これにより、カテゴリ、コンポーネント別にバグを整理でき、また、非常に多様な問題に対応できる。バグを登録する際に、そのバグにまつわる、様々な要素を付加することができる。また、登録作業軽減のためのヘルパーも用意され、これにより、初心者でも簡単にバグを登録できる。問題点一つに対して、一つのバグを発行し、 それについて議論し合う仕組みを持っている。それらを貫くために各種キーワードを登録することもでき、これにより関連するバグを見つけやすくすることができる。相互に依存するバグを登録することで問題解決に必要な要素を分割して作業を軽減することができる。バグシラは標準でバグをカテゴリー別、ステータス別、登録者別に検索する機能を持っており、これによって 大量のバグの中から該当するバグを見つけることができる。バグシラを利用するにあたって必要なソフトウェアは以下の通りである。ありがとうございます。